2022年5月8日です。四国のですね、愛媛県なんですけども、今治からですね、こちらのですね、先っぽにあるね、ちょっとピンボケちゃう、三崎港に来ました。フェリー乗るために。で、この三崎港からね、大分県の、なんて言ったかな、なんて言いましたか、佐賀関っていうところかな、佐賀関港までちょっとフェリーでね、車乗っけていこうかなと思って、まあ大体、片道、まあ軽自動車ですけど、まあ7000円ぐらいですね。で、今ですね、朝一番の、フェリーに乗るのにですね、夜ね、来ました。朝一番、7時半ですね。まあ7時ぐらいにね、ちょっと手続き取らないといけないみたいな、感じですけど。こちらですね、もう誰もいませんね。もう僕が一番乗りですね。で、ちょっとね、注意しなくてはいけないところがあるんですよ。何が注意しないといけないかというと、夜ね、来てもトイレがね、ありません。閉まっちゃってて、使えません。このフェリー乗り場の方ですね。フェリー乗り場の方もトイレないんですけど、この隣にですね、花花っていうなんかところがあるんですよ。花花。港オアシスとかね、書いてありますけど。なんか道の駅っぽい感じなんでしょうかね。こちらにもね、トイレがあるかなと思ってね、一周してきましたけど、トイレありました。ありましたけど、閉まってました。トイレ閉まってます、こちらも。なので、深夜ね、夜ね、こちら朝一番のフェリー乗るのにね、僕みたく来てもトイレありませんので、なので、通りかかりのね、道の駅に立ち寄ってね、トイレはね、してきた方がね、よろしいかと思います。で、あとね、こちらの三崎港にね、来るのに、国道を通ってきたわけですね。このね、先っぽですからね。ずっと国道、378号線ですね。深夜ね、来ました。最初はね、伊予市民体育館っていうところの、トレーニングルームでね、トレーニングをして、まあ、お風呂代わりにね、シャワーも浴びてね、来たんですけど、9時ぐらいにね、この体育館出発して、で、出たんですけども、いや、9時でね、すごい車がつながっちゃっててね、まあ、僕的にはもう夜中でね、夜であのスピードのね、車列はないなと思ってね、ちょっと近くにあったね、近くにあった道の駅にね、立ち寄って、ちょっとね、休憩して、で、道の駅、なんて言ったかな、道の駅二見ですね。で、二見の第二駐車場にね、入れたんですけど、10時半になってね、さあ出ようと思ったらね、10時で閉まってました。出れません。もう出れなくてね、もうあれと思って、いろいろね、歩き回ってたら、そこのね、職員の方がまだいまして、
でね、開けてもらいました。ただ鍵はかかってないっていうことなので、もしね閉まってても、押せばね、ゲートはね開きます。で、元のようにね閉めればみたいな。で、まあね、その10時半にその道の駅二見を出て国道ですね、378号を通ってきたんですけども、よかったですよ。遅い車いなくて、もう自分のね思ったスピードで走れたって感じですね。そしたらね、僕もまあまあなね、まあ夜ですか、シーンね、もう走ってませんから車、まあまあなスピードで 走ってたんですけども、後ろにね、もっと速いね、僕のねスピードプラス10キロのスピードを出してたね車が2台来まして、でね、あ、後ろついてくるなと思ってね、でハザード出してね、減速してね、ハザード出してね、先行かせましたね。でね、ちょっとついていこうと思って、やっぱりね、ついていけませんでしたね、僕の車ではね。プラス10キロはね、ちょっとね、オーバースピード過ぎちゃうんで、まあね、ついていけませんでしたけど、もうここの道はね、海岸線沿いの道なんですけどね、ちょっとね、山もちょっとこうね、入るようなアップダウンのね、ワインディングみたいなところもありますけど。ここの道はね、走り屋さんにとってはすごい面白い道だと思いますね。まあ要注意ですけどね、回りきれないでダーンなんて突っ込んでっちゃったらね、困っちゃいますからね。逆に反対側でね事故ってた車が1台いましたから、お巡りさんパトカー1台来てね、見分やってましたから。だからね、そういうこともありえるんで、まあほどほどのね、スピードで、まあ自分のね、僕なんかは大体ね、まあスピード出したとしてもね、まあ80%ぐらいまでしかね、出しませんので。っていうことでね、このね、明日朝一で、ちょっとね、またピンボケしちゃいましたけど、このね、三崎港からね、フェリーね乗りたいと思います。ネットでね、予約前日ね予約するとね、なんか、5%割引みたいなね形にもねなりますのでね、ではねとは言いながら、なんかねこっちねライトで照らしてくる車がね1台いますよ、入ってきまして。こっちライトで照らしてるっていうのは多分ここの人なのかもしれない、もしかしてね わざわざこっちねライトで照らすってことはありえませんからね、普通ね、朝一なんですからね、ここでね寝ますよ。それでは三崎港ね、フェリーターミナルからでした。